どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。さあこのガズレレ YouTube チャンネルはどんな方でもあっという間にこのちっちゃいウクレレで皆さんの大好きな曲弾いて歌う弾き語りができるようになりますよ、ということで日々簡単レッスン動画を公開して、もう今や3000曲ぐらいの課題曲があると思いますね。今日もレッスン始めていきますよ。今日取り上げたい曲はこのファンキーソング、こちらです。ドン、君たちキウイパパイヤマンゴーだね。これはいいです。1984年リリースの中原芽衣子さんのめちゃくちゃポップな曲。もうね、この中原芽衣子さんのミュージックビデオを YouTube で見てください。あの実写版のとなんかアニメバージョンがあるんですよ。もう両方ともですね、めちゃくちゃ80年代のポップでキュートな感じがもう山盛り、ジューシーフルーツな感じがもうやばいですよ。パステルカラージューシーフルーツな感じがもう咲き乱れてます。もうそのね、きらびやかな感じがたまりません。この曲いいですよ。今思いっきり歌ってみたらね、最高。汗流しながら歌っていきましょう。さあ本日は G ラボのガズモデルウクレレとシンプル簡単バージョンではこの初めてウクレレ使ってレッスンスタートしていこうと思います。はい、初めてウクレレ、こっちはですね Amazon で即時にゲットできるようになってますので Amazon で初めてウクレレちょっと検索してチェックしてみてください。そしてですね、あの G ラボウクレレといえば だいたい毎月ね、後半中盤後半ぐらいに期間限定で、ネットの販売と予約を受け付けているんですけど、今ちょっとね9月の上旬なんで、ネットではあれなんですけど、全国の楽器店さんでね、お取り扱いちょこちょこ始まっていただいている楽器店さんもあります。Gラボウクレレ置いてくださってる楽器店さんのリストを概要欄に貼っとくんで、ちょっとね皆さんのお近くにあったら引きに行ってちょチェックしてみてください。そしてお知らせ、はい、こちら9月の8日今度の日曜日大阪八尾で、ガズレレ無料イベント開催。これ絶対来てください。皆さんタワーレコードですよ。ウクレレ持ってきてくださいね。でこのイベントは、申し込みとか全く必要ありません。フラッと来ていただければ大丈夫です。参加できますんで、はい、遠方からも待ってます。ガズも遠方から行きますんで、はい。そして、このね、イベントはこの黄緑色のソングブック6の発売記念イベントということなんで、ぜひこの本も持ってきてもらいたいんですけど、まだこの本持ってないという方、このタワーレコード八尾さんでゲットしていただくと、ガズが本にサインするよとか写真撮るよというチケットとか、イベントの時にちょっといいエリアに入れるね、ランダム抽選券というのをゲットできるということで、概要欄に詳細貼っておくんで、ぜひチェックしてきてください。そしてこの本を含むこのガズレレ本たち20万部突破というとんでもないことになってます。それを記念しましてガズレレフェア開催中。フェア開催店舗さんは全国200何店舗で、皆さんありがとうございます。そしてね、その店舗で、フェア開催の店舗でガズレレ本ゲットしてくださった方には漏れなく全員にミニノートブックプレゼントプラス抽選で3名様に初めてウクレレが当たりますよというフェアでございます。ぜひよろしくお願いします。さあレッスン入っていきましょう。いつものように2バージョンでいきます。最初のバージョンは初心者の方でもできるようにしている、なるべく簡単にできるようにしている簡単バージョン、ゆっくりやります。こっちだったらいけますからね、気持ちがいい、やってみてください。後半はかっこいいバージョン、このかっこいいバージョンのリズムがねもうキレッキレの16ビートでもうやばいやつです。覚悟しておいてください。2バージョン最後までご覧になってください。さあまずは皆さん音楽を始めましょう。今のところでちょっとお勉強するだけでこれからの人生自分で音楽聴くからやるに変えられるわけですから、ぜひガズレレで音楽始めてください。すぐできますからね。はい、それではレッスン入っていきましょう。君たちキウイパパイヤマンゴーだね。ガズレレ流簡単バージョンゆっくりとやってみる。1,2,3デレデデン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 デデ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 嘘つきシャイな眼差し憎い傘のバトルだ。太陽に虹をかけたら抱かれてもいいわ。散らせば最初のキスがあなたを熱くする。地球いいパパイヤマンゴーだね。嬉しい恥ずかしい真夏の噂。君たち地球いいパパイヤマンゴーだね。咲かせましょうかフルーツスキャンダル。テンデンテンツテンツテンツテンデンテンテンツテン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 ツテンテン。1,2,3,4真っ黒いの夢で会いた
がプルうつスキャンダル君たち9位パパイヤマンゴーだね嬉しい恥ずかしい真夏の噂君たち9位パパイヤマンゴーだね咲かせましょうかプルうつスキャンダルテレテテテテテテテレテレテテテテテテテレテレテテパパイヤマンゴーだね中原芽衣子さんの1984年リリースのもうキュートでポップでもうねもうキュンキュンくるめちゃくちゃいいでしょとこの A メロの始まり方とかこのドライなシェリーとかやけつアペリティフとかもう本当にすごいですよねもうなんかこう景気がいいです景気がいいすごいのカサノバとかなんかもうすごいやばい言葉がいっぱい今となってはもうこれはもうダイヤモンドみたいな言葉ですよ皆さん今歌いましょうこれをね、景気良くしていきましょう、本当に。いや、もう最高です。で、これ今聞いていただいて分かったと思うんですけど、ガゼレレオリジナルのショートカットアレンジバージョンになっております。どこをショートカットバージョンにしてるかというと、2番の A メロをね、こうショートカットしてるというような感じなんですけど、まずこれで練習してください。今のこのガゼレレバージョンで全て網羅してますからですね、私フルコーラスで全部やりたいという方は、ガゼレレバージョンマスターした上で、コード、1番のコード書き足して、2番の歌詞を書き加えてオリジナルの楽譜をやるとできますからですね、まずこれで練習してください。ガゼレレのな、動画にはですね、歌詞とコードがこう出てますからそれに合わせてウクレレで練習してもらって1個目のゴール設定としてはガズさんの今やった簡単バージョンと一緒に合わせて演奏できたら1個目のゴール達成でいいと思いますよこれなかなかねすぐできると思う歌は、だけどねこのちょっとこのリズム感がやっぱり難しいのかなまあでも簡単バージョンだったら結構いけると思いますよこのいいメロディーを味わってくださいねで一緒にできるようになったという方おめでとうございます次のステップいきましょう次のステップは一体何かというと今度はガズレレ YouTube を一切見ずに皆さん一人で歌ってリズムを乱して音楽を乱すこれをやっていただきたいなと思うんですけど最初から歌詞とコード全部丸暗記するのはやっぱりちょっと難しいですから最初楽譜練習はいってます楽譜を何回も見ながら練習しているうちいずれ覚えちゃって海に向かって夕日に向かって朝日に向かって歌うこういうのが最高だと思うんですけど、楽譜ってでも今言うけどどこに楽譜なんてあるんですかという声が聞こえてきそうです安心してください今の演奏はですねこのガズさんの手書きノート、はい、これに書いたこの君たちキウイパパイヤマンゴーこれを見ながら今やっていきました、はい、もうちょっとしたら結構すごいボリュームでしょこれこんな風にガーッと映してみんなもこんな風に書いてみたらいいじゃんってシェアしようと思うんですけどただいま大変めちゃくちゃ便利なサービスガズクラブが始まってますこのガズクラブっていうのは一体何かというとガズが今までね、レッスン動画で捉えてきた手書きの楽譜もう山のようにあります1000曲以上軽くありますからねその中から毎月5曲お手元にデジタルデータでダウンロードさせていただいてすぐにねご活用していただけるというね画期的なサービスなんですでね、このガズクラブメンバーになるとその楽譜を管理できるアプリがあったりだとかもうめちゃくちゃいいことになってますよでねガズクラブはその楽譜のダウンロード以外にもめちゃくちゃいろんなコンテンツがあってまず毎月2回、もう世界中のガズクラブメンバーで大セッションで盛り上がるガズオンというね大セッション大会が毎月2回行われていたりですね皆さんの演奏動画を発表できる場所がいくつかあったりとかですねこれかなり楽しいクラブ活動になってますんでぜひ皆さんガズクラブ、チェックしてくださいそしてねトンガズクラブとはちょっと違うんですけどこのガズレレ大学っていうのもやってますこっちは大学ですからちょっとねハイレベルなことをやっておるんですけどこっちは YouTube メンバーシッププログラムというのをやってまして、毎月590円でなんと毎週2回ライブ配信による講義がございます、これもうチャットでねリアルタイムで質問もし放題答え放題でですねテーマソングを決めてもうその難しいフレーズのところみんなでわーわーやってやろうということで、やってます、過去のねレッスンとか講義も全部ね見られるようになってましてですねこれかなり濃厚ですでね16ビートとかカッティングとかできるぐらいの方だとすごく楽しいと思われますんでね初心者の人はちょっと難しいと思いますけどはいガズレレ大学やってますあと毎朝7時半からスタンド FM というラジオアプリで、ラジオ配信してますめちゃくちゃいいこと言ってますんでねぜひチェックしてください誰でもいつでもどこでも無料で聞けるラジオになってますはい今言ったこの3つのこと概要欄に、詳しく案内貼っておきますんでぜひチェックしてみてくださいそれでは楽譜の方を見ていきましょう。君たちキウイパパイヤマンゴーだね。中原芽衣子さんのもうキュートでポップで可愛らしい、曲でございます。はい。見ていきますと、イントロのとこだけワンブロックちっちゃいですからね。これでワンブロックです。
はい、歌の中ではこのこれがワンブロックになってます。ここちょっと注目です。で、この下に書いてあるのはかっこいいバージョンではちょっと違う、これ決めとか入ってきますからね。FE7Am とか。で、ここもコードがここ変わっていったりとか、まあ、ここもいろいろこう書いてありますけど、これ下に書いてあるのはだってかっこいいバージョンでのメッセージです。なんで今やったシンプル簡単バージョンはこの上の段のコードをまあ4つで弾いていったよということでございます。はい、こんな感じで写しておくので、見ていってくださいということなんですけど、今ね、紹介させてもらってガズクラブで、この今写ってるガズのノートの手書きノートの データデジタルデータでお手元に即座にダウンロードできるねガズクラブもぜひご活用いただくとすごくいいですよ。今日はねなかなか言葉のタイミングがね深いんでね勉強になると思います。ガズレレのこのノートの特徴を言っておきましょう。この歌詞の上に点がついてるでしょ。これがめちゃくちゃリズムに参考になります。ちょっとやってみると、せーの、はい、ドライなシェリーちょっと誘われ、ドライなシェリーのこのシェのとこに点がついてるでしょ。ここから E7 が始まってますからね。ドライのシェリー、ちょいと誘われて、和で Am。こんな感じで、この点のところでコードが変わるとか、この真ん中のところに点を置いてるとか、これかなりリズムのガイドになりますんでね。ぜひ、このノート、すごくね、ヒントがたくさんです。ガズクラブでご活用いただくのもおすすめなんですけど、お時間ある方はこの通りに書いていただくといいと思います。はい、こうやって写しておきます。今、イントロから1番の A、1番の B まで、こんな感じで写しておくので、一時停止で書ける方は書いていってください。はい、一時停止。ちょっと言葉のタイミング細かいからね、なかなか濃厚でございます。はい、いいかな。はい、でここからサビになります。キミタッチキウイ、これノリノリのやつですね。このサビも Am7 とかなかなかいいコード進行、楽しいやつです。でこの辺もキメが入ってきますね。かっこいいバージョンだ、ツタタタとかね、結構ね濃厚ですよ、かっこいいバージョンも。はい、一時停止で書いて、でここ感想です。ここまでちょっと落としとこうかな。はい、だから構成としてはこう1万 A、B やってサビやったら感想に行くでしょ。で、また今度本当はここで2番の A メロが始まるんですけど、これガズレレオリジナルショートカットバージョンの B メロに入っていきます。 B メロから2番のサビまでつながっていきます。はい、コード進行は1番の B メロと1番のサビと一緒なんですが、歌詞が変わってきますからね。はい、決めとかも大体同じです。でここまで来たらここに書いてあるサビ1に戻る。はい、サビに1に戻るってここですね。またもう一回ここを繰り返して、で繰り返した後ここ見てもらうと、はい、イントロに戻るですね。でここでイントロのんでって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 れってれでてってってやって終わった。これがガズレレアレンジバージョンになっております。まあよく見て書いてもらいたいんですけど、まあ動画内のねテロップもね参考にしてやってみてください。じゃあ出てくるコード見ていきましょう。ちょっと今日コード多かったんで赤く囲ってるのかっこバージョン出てくる。今やったシンプル簡単バージョンコードがねだから9個あるんだな。 CAmFDmD7G7A7E7Em7、9個のこのコードいっぱいあるように思うけど、これ入門コードのグループなんで安心です。ガズレレ必須コードです。このガズレレ必須コードっていうのは一体何かというと、初心者さんに一番最初に覚えてもらいたい入門コード10個のグループになってます。10個も覚えなきゃいけないのと思うかもしれないんですけど、1個ずつ見たらもうめちゃ簡単なんだけど、その10個いっぺんにどんと覚えようと思うとめちゃめちゃ混乱するんですね。そこで私が皆さんの頭にスイスイ整理して、覚えていただけるようにめちゃくちゃいい動画撮ってます。概要欄に、ガズレレ必須コード解説動画貼っておくんで、ぜひ覚えちゃってください。はい、そしたらここからかっこいいバージョンの解説に入っていこうと思うんですけど、その前にやっぱりねこの言葉のリズム感だな。やっぱりドライナシェリーちょっと誘われて焼けつく恋のアペリティフ、結構裏拍できますからですね。この16ビートのすごいファンキーなリズムなんですよね。そこに言葉もちゃんとこう順応してるっていうか、本気か嘘つきシャイなまだなしにくいかサノバフォール、なんかこう流れもすごくいいんですよ。でもねこれ結構覚えやすいっていうか、僕ガズさんもなんかめっちゃメロディー覚えてましたね。なんか僕は小学校6年生の時の曲なのにすごいなと思いました。なんかちょっと渋いねコードも出てきたりなんかしてですね。でかっこいいバージョンはコードがねちょっとまたねさらにいいコードが出てくるんで、もっとねエモくなります。なんで歌はちょっとここでしっかりマスターしてかっこいいバージョンに入っていきましょう。じゃあここからかっこいいバージョンの解説入っていきます。かっこいいバージョンはコードがですね、3つ追加、まずは本当一瞬ですけどね、 C メジャー7、はい、ここです。これ簡単、指1個だけ、1弦の2フレットだけで、次これがで、ちょっといい響きなんだけど難しいというか Bm7-5 です。これ2つの押さえ方の考え方があって、 Dm を押さえといて小指で1弦の2フレットを押さえるパターン、響きがいいですよ。はい、これがまず1個のパターンで、もう1個は G7、 これ押さえといて親指で4弦の2フレットを押さえるパターン、
同じ音です。当然ながら押さえてる場所一緒だから。これだから、解説としてはウクレレ持つ位置が低い人は親指タイプ、ウクレレ持つ位置が高い人は D マイナーで小指タイプがいいと思います。 D マイナー7ちょっとやってみて、 A メロのね1番で出てきます。そして次 B7、 これが今日やっぱりね一番ポイントになるかなと。B7 はねここです。2弦の2フレット、3弦の3フレット、4弦の4フレット、1弦開放弦で、これがいいかなと思います。初心者さんこっちの方が押さえやすいと思うんだけど、慣れてる人は2フレット全部押さえて3弦の3フレットちょいでもいいです。制圧しといてこう、そうすると、はい、これ同じ B7 どっちでもいいです。試してみて簡単な方でいいと思うけど、こっちの方が簡単だと思うので推奨してますけど、流れの中でやるとちょっと抑えづらいんで工夫してここで滑らせる、これがいいと思います。例えば F から B7 っていうコードなんですけど、 F からでも F から B7 だと結構いいか、これを1個ずらしといてちょいちょいって感じで、 F からちょいちょいちょいこんな感じでスライドさせてやるとか、そんなのがいいと思います。この3つのコードを使ってかっこいい場所盛り上げていきましょう。で今日はやっぱりリズム、なんといったってこの曲はね、このファンキーでね、もうちょっとグルービーなんですよ。はい、16ビートのちょっとカッティング、これがねやばいです。カッティングのキメもいっぱい出てきますからです。はい、今映ってるリズムの解説は概要欄に貼ってあるウクレレでできるリズムのいろいろというところに濃厚解説レッスン動画がもうアップロードされているんで、基本的なところはそこでマスターしてもらいたいんですけど、もう今日はどんどん解説していきます。まずイントロなんですけど、これもすごいファンキーなカッティング入りのビートがいいんですよね。やってみましょう。ワン、ツー、ツリー、デデ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 なんかすごいでしょ。これ左手モニモニ動いてるでしょ、カズさん。すごいね、こうやって見るとペコ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 。これカッティングなんですよ。ほら、左手で触って止めてます。触れるだけですよ。これにチャを入れてます。こういうのカッティング入りの16ビートって言うんですよね。この動画が参考になります。この動画のね、1のパターンっていうやつですね。これ概要欄に貼っとくんで、16ビートめっちゃファンキーに決めたい方、この動画ぜひ見てください。概要欄に貼っときます。はい。まあ、こういう感じで、カッティングを入れながら、このグルービーに、でって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 れ、体の動き見て、でってってってれ、でれ、でれ、でんでんでってって、でんでんでってってれ、かっこいいじゃん。でってれってって。次、キメが入ります。ここ、でんでんでって。F F E 7アップで A マイナー、はい、でんでんでんで、はい、これ16ビートの中の決めで A マイナーアップですからね。ダンダンドドンで、ドライナシェリー入っていきます。ここがまず一発目の決めです。でんでんでんで、これもカッティングで止めないとですね。でんでんでんで、ドライナシェリー、こんな感じで入っていきましょう。いきなり来ましたね、カッティングで決めていくということ。はい。この A メロもね、もうコードがどんどん変わっていくんですけど、ここはもう、ほんと、さーっと流してください。ドライナシェリー、ちょっと誘われて、やげてみると、力入れちゃダメよ。16ビートっていうのはね、しなやかにね、もう、ほうきで吐くように、で、手首も、使ってください。肘で弾いていたら、こうなっちゃいますからね。バキバキになっちゃうから、こうなんないで。こういうノリが体を柔らかくしてもうねソフトにいってください。はい。で、茶の時はシュッとこうね、力じゃないですよ、振り抜くこう瞬発力です。このグルーブ、これはなかなか奥が深いリズムです。皆さんご存知でしょうけど、はい。で、こんな感じでどんどんいきます。で、コードもどんどん変わってきますからね。本気か嘘つき、シャイシーメジャー7から F いって、ここ B マイナー 7F いって、ザダダ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 、はい、これ A マイナー、こういうのよく出てきます。チャタタ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 みたいな感じですね。16ビートなんで、このツタタタもちょっと早いです。チャカカカカカカタ、はい、ここで止まる。で、太陽に虹をかけたら、ここで B メロに入る。ここの切ないメロディが止まりません。じらせば、最初のキスが、ここからやっていきましょう。じらせば、最初のキスが、あなたを B7、熱くす、ズカタタズカタタタ。さっきと同じです。A マイナーの時みたいに、ズタタ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 。こんな感じで、16ビートのツタタタの決めなんで、ちょっと忙しい。チャカ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 チャ、君たちキウイ。ここで、チャカ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 チャってしっかり止めといて、君たちキウイ。サビに入っていくでしょ。サビもこれファンキービート。体で、パパイヤマンゴーだね。この体で乗ってくださいね。はい。そして、その後も決めがあります。嬉し、恥ずかし、真夏の噂、君たち。ここ言葉に合ってる。噂、こんな感じです。F F E 7チャカチャ、こんな感じです。ゆっくりいきましょうか。嬉し、恥ずかし、真夏の噂。
こんな感じです。うわさ君たちキュイ、こんな感じですね、カッティングを入れるとなおさらベターですけど、難しい方はちょっとここはまあフレーズの言葉に合わせたタイミングだけでもいいと思います。恥ずかし真夏のうわさ君たちキュイ、これがファーストステップかな、カッティングできるとさらにキレが、できていいと思う。結構速度が速いんでね、ここもバッチリ決めていきましょう。でその後君たちキュイパパイヤマンゴーで、ここ探せましょうか。ここで B7 フルーツスキャンダルのところで決めが入ります。スキャンダル言葉と一緒です。ダンダンダダン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 チャタン A マイナー、わかる？E7 チャタンダンスキャンダル、こんな感じですね。チャが一回入るで E7 でチャンダンチャタン A マイナー、はい、ここかっこいいよ。またちょっと忙しい。サビだけちょっとやってみましょう。君たちキュイパパイヤマンゴーだね、嬉しい恥ずかしい真夏のうまさ、君たちキュイパパイヤマンゴーだね、探せましょうかプルウツスキャンダル、こんな感じでございます、はい。いやーなかなかすごいですね、このカッティングのキメがね出てくる。あ、スキャンダルでちょっと止める感じがいいかな。スキャンダル、はい。で感想テン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 、であと2番はこう繰り返していく、あと一緒でございます。なんでまあ今のところでも説明終わりですけど、2番も繰り返していく感じですね。でやっぱりこれいっぱいちょっと盛りだくさんなんで慌てちゃってですね、次から次へとキメがやってくるし、その16ビートをずっとこうなんとしなやかにキープするっていうのはやっぱ隠れテーマですね。なんかガチャガチャになっちゃって最後散らかって速くなっちゃって、もうねもう自滅するみたいになっちゃうんで、なるべくこうゆとりを持ってやりたいんですけど、まあそうは言っても最初はちょっとね硬くなっちゃうかもしれない。やっぱ柔らかく聞かせられるようになるのが目標だと思うんで、そこのイメージをしておくのがいいと思います。柔らかいリズム、ドン、ダッダン、体も柔らかくこう使っていく、それをイメージする。そうしないともうガチガチのもうカチカチのね、なんか硬いマンゴーみたいになっちゃう。熟してこう柔らかいやつがいいわけですから、そんなのがいいと思います。そしてあとはこの詩の世界、歌詞世界、そしてあとはミュージックビデオ見てもらいたいです。 YouTube にねアップロードされてるあの世界観がね、もうやっぱり頭に必要なんですよ。あのやっぱりなんつうのすごいいいの、もう表現できない言葉ではぜひ見てください。はい、そういう感覚をこう歌に乗っけていく、体柔らかくしてグルービーにやってみましょう。さあそれではかっこいいバージョンやっていきますよ。君たちキウイパパイヤマンゴーだね、中原メイクさんの名曲ガズレレレかっこいいバージョンやってみる。ワン、ツー、スリー。
せーの、君たちキウイパパイヤマンゴーだね、ガズレレレ、かっこいいバージョンやってました。もう南国ムード満載、カクテルみたいな、カクテルを飲み干すプールサイドみたいな、もうそんなもう粋な感じで決めたい一曲でございます。皆さん調子に乗ってやっていきましょう。さあ皆さん、この本読んでいただけましたでしょうか。はい、ご機嫌ガズレレです。ガズがめちゃくちゃいいこと言ってるエッセイ本です。ご機嫌って書いてある。これね、もうご機嫌で音楽できる方法とか、これデイズですからね、毎日の日々の生活めちゃくちゃ楽しくなる、もうすごく素敵な言葉がたっぷり詰まってる本ですね。ぜひ読んでください。それとガズレレにはね、アプリがあるんですよ。知ってました？ガズレシピというアプリなんですけど、携帯とか、タブレットでね、楽譜が読めます。で、無料で取れる楽譜もあるんですけども、有料でね、ブロックになってて、最新楽譜で、こっちの楽譜はガズレシピの楽譜はかっこいいバージョンも全部載っているということで、かなりですねボリュームたっぷりでございます。はい、詳しくまずね、アプリのインストールが無料なんで、まずね、ちょっと探してください。ご案内も貼っとくんですけれども、でね、なんとこのね、ガズレシピの本も出てますから、はい、こっちも合わせてよろしくお願いします。はい、そしてガズレレとはちょっと違うんですけど、兄弟チャンネルガズピアノっていうのをやってます。鍵盤楽器で弾き語りしようよということなんですけど、世界で一番簡単弾き語りに特化したピアノ教室です。この私ガズが発明した、もう超簡単なピアノレッスンなんで、ほんとすぐできますからね。はい、これもね、概要欄に貼っとくんで、ぜひガズピアノもチェックしてください。なんと本も出てますから、はい、これもご活用していただけるといいと思います。そしてガズレレのウクレレにはですね、この水引きだったり、ストラップだったり、 T シャツだったり、キャップだったり、いろんな楽しいグッズがね、もう山ほどあるんですよ。ぜひこのバナー、ガズレレ公式ホームページにあるこのバナーに行っていただくと、もういろんなね、可愛らしいグッズがたくさん登場してますんでね。これ、ここのガズレレ .com、このホームページのね、バナーなんですけど、このガズレレホームページよくチェックしといてくださいね。最新情報などいろいろ面白いことはここが基地になってますから。はい、引き続きガズレレ YouTube チャンネルよろしくお願いします。音楽聴くより野郎が最高、楽しんでいこう。それではよろしくお願いします。バイバイ。